うなチューブ。さあ今日は江戸川のね河川敷、上に高速が通ってるんだけど、その下で風も強くて音も車の音もすごいしてるんですよ。なんかね誰もいなかったけど釣りしてる人が2人ぐらいいたかな、まあ、ちょっと離れたところに行ったの。川べり光って見えてないけど、もう野球してる人たちも、ね、早朝です、うん、なんか誰も見てないけどさ、なんか風もすごく強かった。曇ってて、ちょっと雨降りそうな感じだったけど、なんとか頑張って1曲やってみたわけだね。そう、なんか納得いかない。ちょっとなんか立ってやりたいんだけど、そうすると歌詞とか見えないから、そう今後の叶えずにね、またなんか勝手にやり始めちゃってね。そんな感じでした。ありがとうございました。誰も見てないっちゅう。うなチューブ、また一曲、この朝ドラの曲、最近の焼き芋じゃない、やって覚えたの。やっぱりね、歌詞とコードは見ればいいけど、結局何を思わなきゃいけないかというと、メロディー、歌詞もコードも見ながらできるかなっていう。その点この朝ドラの先生、これ毎朝見てるからね。もう嫌が上にも、と思っちゃった。やっぱりね、家の中で歌ってるとさ、そういうのもないけど、外はなんか誰も見てなくて緊張するよね。路上でやってる人なんかね、本当すごいなと思います。こうやって練習していかないとね、度胸っていうかね、思いっきりみたいなのが大事だよね。あの歌のうまさよりもまず、なんでこんな止まっちゃったの。すごい覚えてるって言ったばっかりなのに、なんか追っているものが見失ったんだろうね、きっと。外にいるといろいろ情報というか、なんて集中できないよね。いろんな情報があるから、大丈夫か、全然大丈夫じゃないって感じ。おお、なんとか歌いきた。はーい、うなチューブ。めげずにその曲に行ってるよ。裸の心、愛の一曲目は、そして3曲目、あいみょん、裸
うらやんだり、なぜこの3曲なのか、いつかいつかと言い聞かせながら今日まで、たくさん愛してきた、そして、そして止まっちゃったんです。今も復活いたしました。もう朝だから声も出ません。この恋が実りますように、また止まっちゃった。少しだけ画面見てます。声出てますね。今私恋をしている、あたかのあの心抱えて、どんな感じになったら一番良いのでしょうか。もうなんとか一番だけだけできましたね。